時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830。ジュリー澤田賢治さんのライブツアーまだまだ一生懸命、明日11月17日木曜日は奈良市の奈良百年会館大ホールにてライブとなります。会場は17時夕方5時、開演は18時夜の6時からとなっております。チケットの方なんですけども、チケットピア、E プラス、ローソンチケットではソールドアウト、予定枚数終了となっております。ただ、チケットピアのリセールチケットでは、こちらの奈良公演のチケットが数枚販売されております。ただ、1枚販売が多いのと、こちらの配信の時間ではすでにもう売り切れとなっている場合もあるかと思われますので、その際はご了承ください。ただ高額の転売サイトよりはこちらのピアノ公式のリセールチケットの方が安全でございますので、ぜひこちらをご利用ください。こちらの情報は2022年11月16日水曜日のお昼3時確認分となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー澤田賢治さんの最新情報、さまざまなコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シギレモンでした。